厳しい戦いになりますが、まなじりを決して戦い抜いていく先頭に立つ決意でございます。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。今年は選挙の年でもあります。統一地方選挙、そして参議院選挙と両党での推薦を重ねて、そして統一選も含めてしっかりと政権安定の基盤を作り出していかなければならないと思います。今年は皆さん統一地方選挙の年であります。地域のために、ふるさとのために、力を合わせて地方統一選挙勝ち抜いていこうではありませんか。そしてその次がいよいよ参議院選挙であります。12年前の井戸市市戸市、井戸市の参議院選挙、我が党は参議院選挙におきまして惨敗をいたしました。当時総裁だった私の責任であります。このことは片時たりとも忘れたことはありません。我が党の敗北によって政治は安定を失い、そしてあの悪夢のような民主党政権が誕生しました。もう人口が減少していくんだから成長なんかできないと諦めていたあの時代に、皆さん戻すわけにはいかないんです。厳しい戦いになりますが、まなじりを決して戦い抜いていく先頭に立つ決意でございます。どうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。来るべき統一地方選挙並びに参議院議員選挙、全員投手に向けまして頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。